はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかとナレーションナレーションめんどくさいわ。すんちゃんです。はい、ゆうかすん夫婦です。はい、日本と韓国の生活生活言いたいだけだ生活の違うパート2そうだね、韓国と日本の違いのパート2です。もしパート1見てない方はここから見てみてください。今日はすごい簡単ですね、パッて終わるって感じだから。そうだね、うんうんうん、今日は何ですか。今日はまた前のやつの電話だったんですね。そうです。はい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 、またはい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 って感じの4の電話そうです。で、今日はまあ本当に普通の生活の中であるやつで一応なんか服屋さんとか行ったり、うんうんうん、ね、なんか店に入ったりとかして、はい、韓国と日本と違う派ですだから店員さんの対応の違いですかね。はい、じゃあ韓国から行きますか。はい、韓国から行きます。はい、服屋さんでいい。まあ服屋さんでいいんじゃない。オッケー、じゃあ服屋さんの韓国バージョンどうぞ。行きます。一応まあ ドア入ったらなんか、あにゃわせよー、おさおせよーって言って、それで終わりなの、本当に。ほぼは、うんうん、ほぼ終わりじゃん。おさおせよーってやって。そうだね、そうだね。買うか買うか買わないか。なんかね。中のキムチチゲ食べてる。キムチチゲ食べてる。おさおせよー。サイズ、マイスマセよー。おー、わざわざわざ。そうだったら、べたりなんか。そう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 。あと、まあ、適当に見てね。まあ、自分の仕事のなんか決済触ったり、だから本当にお客さんが好きな感じでこうやって回ったりとかできる、すごい気にしないし、本当に買う人は買ってって感じが多いんですね、大体。本当にお客さんに興味ないし、まあ挨拶しないとこもいっぱいあるんですね、たまに。まあそういうとこが韓国の普通の服屋さん、うん、だから買い物するときはすごい便利と思います。なんかゆっくり見れるし、そうだね、うん、なんかこう自分の好きなようにこう見たりとかできるから、うんうん、それは楽だよね。そうそうそう、確かに、うん、まあそれだけです。韓国は、はい、あにゃわせよう、おさおせようとか。そうだね、うん、あとなんかすごいこう何こう見てるか、あ、そうそう、なんかこの近くに来てってなる時がある。近みたいな。そう、近い、向こうの距離です。언니그거애미예요ね、색깔이두개있어요。언니그거두개있어요색깔。うんうん。とか。そうそう。なんかこう必要な情報をだけ言うって感じが韓国のスタイルだとしたら、日本はどんな感じですか。初めて日本にいて、まあびっくりしたのはやっぱ声の高さですね。ね。絶対ね、なんかまあなんていうか、すごい高すぎてびっくりした。なんかまあまあまあ、トーンがね、なんか入ったらカジャーガランガダーサーとかなってて、ね、こんにちはー、カジャーランガダーサーランガダーサーってとかね、なんかすごい、そう、明るい、ね、明るいですね、本当にいい国と思います。絶対さっきまでなかった方が、今日は何するかって感じだったけど、店で仕事入った瞬間ふざんがうわーいだーこんにちはーゆかだらーとか、ね、そう、すごい、まあ、仕事モードっていうか、そうそうそう、ね、切り替えがすごいというか、プロフェッショナル、プロだった、プロだよね、完全に。そう、それはすごい思います。まあやっぱり日本はすごいなんていうか、うん、そういうかって決まってるなんか文化があると思う。やっぱり仕事だったらそういう感じで仕事するっていいことと思います。うん、なんかサイズあり、なんかこれありますかって言うけど、あ、サイズですか、はーい、ちょっと待って、はいはいって言った感じでね、なんかそうで、要はお客様がなんて一番、うんうん、みたいな、そういう多分マインドが日本ってあると思うから、それなのかな、多分ね、だからこういうの、そうだ、お客さんが本当に上って感じで、うん、韓国はちょっと逆かな、なんかそうだね、ちゃんとしてるとこもあるけど、まあもちろんもちろんそうだけど、でもこうさっぱりしてるとこが多いよね、うんうんうん、だから見るんだったら見て、ね、みたいな、
まあ、韓国に遊びに来て服屋さん行ってびっくりしないでくださいね悪い子じゃないんですみんなみんないい人まあ韓国は適当だからね特別に日本は結構マニュアル、そうそう、すごいなんかちょっとだけでもなんかすごい助けてくれるしね、うん、すごい天然感じで話しかけるやつなんか可愛すぎてね、てかね、声がね、ご覧くださいどうぞちなみにいっぱいありますよとかねえ、しんちゃんも、そうそう、もう覚えたんだね、そうだからいてすごいそれだけ見るだけでも楽しいもんね、うん、私は確かに、なんか日本にいたらあの話聞いた日本だねって思った感じ、あそうだね、うん、すごい良かったと思います、しかも行くたびになんかレジェンドな店員さんいない人いつも、あいっぱいいるいっぱいいる、ほんとね、なんか勉強になる、だから昔あの化粧品屋さんやるときもだからあのこうやってやるんだよってみんなに教えてあげた方が良かったかなって思った本当にね、そうだね、接客はすごいなって思う、だから気分もいいし ね、なんかちゃんとサイズとかなんかいくらぐらいでいくらですかとかね、嘘もつかないし、うん、韓国はちょっと嘘ありますからね気をつけてくださいね、騙さないでくださいね、はい、そんな感じのまあ生活のちょっとの違いでし でした。今回は店員さんバージョンでした、はい、それでは今日も楽しんでいただけたでしょうか、はい、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録お願いします、それではどうぞご覧ください、またね なんかいいね光がね、いいね